どうも、なおちんです。本日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日も黄昏の森モッド行ってみましょう。全部落としちゃったんだよな、ナーガと戦って。なのでちょっと装備を、鉄でいいね、鉄を装備してもう一回出発します。さあ、それでは行ってみましょうか。どうもね、この入り口の近くの鳥かなんかを倒して羽を入手すれば、地図が入手できるらしいんだけど、その鳥らしきものがね、いないんだよな。どれ？全然わかんない。羽さえ入手できればすぐね、地図ができるんだけどね、いや、わからん。どこにいるかが全然わかんないのよ。で、これわかった。目の前にあるこれ、リッチタワーだ。リッチが中にいるんだけど、あのナーガとか倒さないと中に入れないらしいね。うん。ということで、ちょっとナーガはね、まだ俺にはちょっと早いのよ。なんで、あ、ここある。ちょうどね、洞窟に入っていこうと思ったのよ。あ、すぐ近くにあるじゃん。オッケー、松明持ってなかったんで松明用意していきまーす。では行ってみようか。どんな敵がいるんだろうね。なんか大きな炭鉱にはかなりの敵がいてやばいらしいんだけど、ちっちゃいやつだったらそう大したこともないらしい。ちょっと待って、なんか敵がいる、絶対いる。お、なんか見たことないような形のやつがあるね。よっしゃ、行くぞ。あー、クリーパーか。あー、あぶねー、あぶねー、あぶねー。結構下の方まであるね。あ、鉄とかは普通にあるんだ。オッケーオッケー、鉄もしっかりとね、集めながら行きます。もう何回死んでもいいように鉄はいっぱい集めとこう。まあ、死なない方がいいんだけどね。ちょっと待って、やばいよ、いきなりちょっとピンチ。 OK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 、 ある程度のやつはその溶岩に焼かれて死ね。よし、終わり。あとこっちか。お前らで終わりだ。ああ、下に、え、どこどこどこ、うわー、もう何なんだあいつは。よし、ちょっと落ちちゃった。オッケー。え、またいた。ちょいちょいちょい、出すぎ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 。お前、うわ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 、何なんだこれ、やばいやばいやばい、絶対死んだ。ちょ、嘘でしょ、マジか、多すぎるわ。もうちょっとなんか慎重に行かないとダメか。くそ、鉄がまだ残ってるからいいか。やるぞ。では再挑戦いきましょう。戦い方をちょっと考えないといけないんだろうな。戦い方が多分下手なんだと思う。いや、下手でしょ、下手なんだろう。あ、いる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 、こっちに嫌がるな。とりあえず1対1っていうのに持ち込んで戦うように、おお、しましょう。さっきのやつらか、なんかやたら来たもんね。あんだけバーって来た時がさすがにちょっと無理だわ。どうもね、この洞窟の中にチェストがあるらしいんだよね。そのチェストをできれば探した。いる、いるいる。ちょっと待って、盾ないんだよな。盾をなんとかしたいんだ。ちょっと待って、2体おるやん。ちょっと待って、 OK、 ダメージはそんなにない。よし、 OK、 盾いるね、盾いるわ。あ、なになに、どこだ、どこ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 、来た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 、おー、いたいたいた。よし、ナイスナイス、しゃあ、やばい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 、よし、
し、オッケー。え、まだいる。ちくしょ。あんにゃろ。どこだ。ちょっと見え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 。退避退避。やばい。死ぬ死ぬ死ぬ。あっぶね。あーやばい。いやー。ちょっと装備品がなくなるのはもう勘弁だ。取りに行こう。いやでも敵めちゃいたんだよな。むちゃくちゃ敵いたんだよな。もう あったあった。装備やった装備やった装備やった。装備回収。オッケー。剣まで回収できた。どこや。あっちくしょ。あんにゃろ。ちょっと一回一回退避退避して装備を。あれおかしい。ズボンがない。ズボンがどっかに落ちてる。あっ、違う。ズボンどっか落ちてるっしょ。あった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 。ズボンあった。なんもいないね。よし。よし、ズボンゲット。どこだ、もう。見えないとこから攻撃しやがって。いった。盾が欲しい。よし。よっしゃ。ぎー、あーお前もか。ちくしょ。よし。よし。あーあ、あったあったあった。装備あった、装備あった。ちくしょ、まだいっぱい嫌がるな。よし、オッケー。オッケー、回収、回収、回収。で、剣を装備して、出てきた時に、対処して倒そう。わあ、やばい、いっぱい来た、いっぱい来た、いっぱい来た。やばい。よし。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。装備を整えよう。うわ、3体か。やべえな、あいつら。うわ、めっちゃ来た。あ、でもこっちには、あいつら来れないな。オッケー。こっちには来れない。うわぁ、お前が来るな。骸骨来んな、お前。よし、とりあえず倒した。まだいるんかい。おい、おい、おい、おい。え？うわぁ、もう何？もう、なんだここは。すごいな、これ。めちゃくちゃでかい洞窟なんじゃないの、これ。敵どんだけおるの、ここ。どんどん湧くの。倒しても倒してもさ。うわー、ちょ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 、おい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 、もうもう。いや、ほんとこれ難しい。難しすぎじゃないですか。なんかクリアできるのか、すごい不安になるレベルだ。大丈夫これ。まあ、骸骨が多いんで、次は盾を作って行ってみようか。盾があるとだいぶ違うと思うんで、それでちょっと試してみます。ということで、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。